それでは本日の定例記者会見は教育委員会及び観光スポーツ文化部からの合計2件のお知らせとなります。それでは1件目、日本遺産フェスティバル in 関門の開催及び実行委員会の立ち上げについてお知らせをいたします。毎年全国の認定された団体が一堂に会し、日本遺産を盛大に PR する全国イベントが開催をされてきましたが、今年度はこの下関北九州関門地域で開催されることとなりました。開催日は10月の29日の土曜日、そして翌30日日曜日の2日間、海峡メッセ下関、そして市民会館をメイン会場として実施をいたします。そしてお隣のオービジョン海峡夢広場では、下関海峡グルメフェス2022が同日開催をされますので、全国の日本遺産ストーリーを体感できるとともにですね、下関を代表するスピグルメも同時に堪能していただく仕掛けとなります。対岸の北九州市にもサテライト会場を設置をいたしますので、周遊をすればですね、関門海峡の素晴らしい景観とともに歴史や文化を丸ごと楽しめるイベントとなります。去る5月9日には下関市と北九州市の官民組織としまして、この実行委員会を立ち上げまして、会議を行いました。今後地域のにぎわいの創出と地域活性化、交流人口の拡大となりますように、一体となってイベントを推進していきたいと考えています。この件については以上でございます。続きまして、2点目は11月6日日曜日に開催いたします下関最強マラソン2022の参加申し込みを開始をいたします。今大会ではマラソンの部の定員をコロナ禍前の1万人規模に戻し、開催をいたしますともので、2キロメートルのパンランも合わせて開催をする予定です。インターネットの申し込みとしまして、申し込み期間は5月の27日の金曜日20時から6月の12日日曜日までとなります。参加者の皆様にはコースから望む風光明媚な景観、そしてボランティアの方々の温かいおもてなしをご堪能いただいて、記憶に残る素晴らしい大会になりますように、しっかりと開催準備を進めていきますので、ご応募をたくさんお待ちをしております。本日の記者会見は以上でございます。